はい、どうもこんにちは、こちゃ鉄です。お久しぶりですね、相変わらずので、まあ今日もね、釣りには行かず、こうやってダラダラと、お家で道具の方をいじっていこうと思います。で、もう雨ばっかりで釣りに行けてないので、まあ、道具ばっかり買い漁ってるんですけど、今日もちょっと買ってきたものを紹介しながら、道具触っていきます。で、まず、何買ってきたかというと、こちらですね、交換スプール買ってきました。注文してたやつが届いたっていうことなので、買ってきました。これ何かっていうと、あの釣り具のポイントの、自社製品、リアルメソッドっていうブランドのこちらベイトリールギガソルトのスプールです。で、今僕がこれ使ってるのは、ロックフィッシュ用に、ハイギアのものを使用してますが、ハイギアのもののスプール系、この糸巻き量ってやつですね、ここだとちょっと不都合があるので、その不都合を解消するために、こちらパワーギア用のスプールに交換していこうと思います。で、まあ、交換しつつダラダラくっちゃべっていくだけなんで、ちょっと釣り動画出ないならっていう人はちょっと苦しい時間が流れるかもしれません。じゃあやっていきましょうか。で、交換の仕方としてはもうみんな知ってると思うんですけど、あんまりギガソルトの専門に取り扱った動画っていうのがないので、まあ、僕も手探りながらやっていこうと思います。まずここにこういうポッチがあるんですけど、これをこっちに押してあげて、でガチャッとひねると、取れんな、あ、開いた。こう開きますと。で、マグネットブレーキですね。で、こっからこうスプールを取り外します。で、このパワーギア用のスプールを入れていくんですが、もうせっかくなんでね、ちょっとグリスオイル入れていこうか。どっちがいいんだろう、こういうんで。オイルでいいんかな。入れるとことすれば、だいたいどこ、ここら辺、ここら辺にワンプッシュぐらい。ワンプッシュぐらいで、ちょっと馴染ませる程度でいいかな。で、この辺もワンプッシュぐらい。ちょっとティッシュ出そうか。よいしょ、ティッシュの上でやらんと、これはマジでやられるでね。まあいいんじゃないでしょうかね。はい、じゃあこれはこっちの方になくさないように入れておきましょう。これね、ロックフィッシュ用のガチの B ライン対応のリールとかも欲しいんですけど、ちょっともう、まあ、経済的な問題ですよね。総資産があまりないので、平場用に使ってたこれを今流用してるんですけど、まあ、特に不都合もないので問題ないかなと思います。じゃあ糸巻いていこうか。で、今回こういうやつをちょっと合わせて買ってきたんで、こういうやつに、ここに、ラインのやつをブスッと突き刺して、そのままこれでぐるぐる巻いていくと。
で、これちょうどあのハードロックフィッシュに使ってるロットなんですけど、これもリアルメソッドのやつですね。なんかお前ツーリーグのポイントの回し物かと言われそうなんですけど、ただの消費者と一般の消費者とお店の関係ですわ。で、今回買ってきたのがこれ、これダイワか、ダイワのソルトルアーゲームジギングセンサー 2.55200m ですね。で、この買ったスプールが、2号を200m 巻けるんで、ちょっと余っちゃうかなと思うんですけど、まあ足りんよりかはマシかなと思ってます。よし、じゃあできた、準備やっとできたんで、ここから巻いていきます。ダラダラダラくっちゃびながら巻いていくだけです。で、まあなんで今回ちょっと糸巻き量多いのにしようと思ったかって言いますと、まあ、あのベイトのリールで PE 使ってる人だったらなんとなくわかると思うんですけど、まあ、あまり細い糸を使ってしまうと、ちょっとテンションが全然上がってないです。あのキャストした時にプチッとなんか切れちゃうんですよね、パンってこう。もう前まで 1.5 を使ってたんですけど、ちょっとよくそういうことが多くあって、まああの要は糸と糸の間に糸が食い込んじゃって、それでラインが出なくなってプチッと切れちゃうような現象みたいなんですけど、まあそれも太いのを使ったら比較的軽減されるっていうような話なんで、まあ PE 専用のリールを買うのが一番なんですけど、まあ最初に話した通り、資産の問題でですね、そういうのもちょっと買えないので、今ある道具で、糸を太くして、で対処していこうかなと思います。やつはやっぱりここのレベルワインダーっていうんですか、ここの動きが速くて、こうまっすぐ糸を巻き取っていくっていうよりかは、こう斜めに巻き取っていくんで食い込みが少ないっていう風になんか書いてましたね。ただただこんな糸を巻きつけていくだけの動画なんて、もういいか、こんぐらいでもういいか、こんぐらいで許しといたろうか、今日は。こっちも、ああなんかバランスが悪いな、うまいこと負けんわ。こんなもんでいいか。結構余ったぞ、結構余っちゃったぞ。こんぐらいでしこ、これでいくわ。次の色が変わるくらいで、色変わった、黒きたな、よし。はい、じゃあこれで糸巻きはおしまいと。で、でも釣り抜けるようにリーダーでも組んでおしまいにしとこうと思います。またね、
り動画も撮っていけたらいいかなとは思ってるんですけど、いつになることやらっていう感じですね。これと、まあコスパはいい組み合わせだと思うんで、とりあえずはこれで頑張ろうか。実際ギガソルトもね、投げてみたら結構いい感じに飛距離出るんですよ。多分1オンスぐらい使ったら70メートルぐらい飛ぶんじゃないかなと思います。あんまりこうキャストで使ってる人正直聞いたことないんで、自分の投げた感想にはなるんですけどね。はい、こんな感じでした。じゃあまた実況編出せたらそちらでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you.